はい、皆さんこんにちは。サキッチョナースタキです。今回は女子は男性に下心を抱くのかっていうのをテーマにお話をしていこうと思います。下心っていうと結構男性が抱くみたいなイメージとして一般的にはね、広まってるかなって思うんですけど、じゃあ一方で女子はそういう下心を抱くのかっていう話を今回はしていこうと思います。はい、では早速、女子はその男性にね、下心を抱くのかどうなのかっていう話なんですが、全然抱くと思います。もちろんそれ相手によるんですけど、自分がかっこいいなとか素敵だなって思う男性に対してなんか抱かないわけなくないですか？なんか普通に触れたいなとか思うし、まあ、そういうことしたいなみたいな感じで思っちゃうのが自然なことじゃないかなって私は思います。もちろんそういうことしたいだけみたいな、なんかそういう逆体目当てみたいな、なんかそういうことは一切ないんですけど、なんか健全に触れ合いたいみたいな、健全ってなんだっていうね、なんかそういうちょっとスキンシップみたいなのを取りたいなっていうのは全然女子にはあると思います、まあ、だから女子もこう好意をね抱いてたりとか、いいなって思う男性に対してスキンシップというかこうボディタッチをしたりとか、あともしね男性からアクションがあった場合はそれを受け入れたりとかすると思うんですよ。それってやっぱ好意があるがゆえの行動だと思うんですよね。そう、別に男性からじゃあ来られたからって言って全ての男性のを受け入れるかって言ったら絶対違うし、嫌だなって思ったら絶対に断るじゃないですか。いや無理やからみたいな感じで絶対言うからさ。そう、だからそれはその男性に対して好意があるよっていうそういうサインみたいな感じとして捉えてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうには思います。なのでこう女の子は必ずしも受け身みたいな、男性から何かアクションがないと動かないみたいな感じではないっていうことを今回はちょっと理解してもらえたらいいかなっていうふうに思います。はい、ということで、まあ、今回はねちょっと短めの動画だったんですが、まあね女子にもね全然その下心、まあ、下心ってちょっと言い方あれかもしれないんですけど、まあ、そのいいなって思ってる男性にやっぱ触れたいとかそういうことしたいって思うっていうのは全然あるっていうね結論になりました。でまあ今回の動画がね少しでも参考になったとかいいなと思ってくださった方はぜひ下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。